この11時5分で何か意味あるんですか？長い話になるけど、いいかな。俺たちであのホテルに来ない？兄さんのシェフになるのよ。ああ、気に入った。絶対止めてもらう。じゃあ決まりね。今日は3人で来た。お前が生まれた朝に買ってきたものだ。おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ、今はもう動かない。その時計100年休まずにチクタクチクタク、おじいさんと一緒にチクタクチクタク。 That is short, short, never to go again when the old man died. In watching his pendulum swing to and fro, many hours had he spent while